バーナード・ジャン・ベッテルハイムバーナード・ジャン・ベッテルハイムは、日本に派遣された、ルチュネーバル・ミッションのキリスト教宣教師。また、沖縄県地域最初のプロテスタント宣教師でもある。ハンガリーでは、ベタルハイム・ジョン・ベルナルデと表記される場合が多い。ちなみに、ハンガリーでは、ベタルハイムは、ベッテルヘイムと発音される。なお、 ハンガリーの資料では1869年9月11日に没したことになっている。当時ハンガリー王国の議会が置かれ立法上の首都であったポジョニュにユダヤ系の子として生まれた。9歳の時にはすでにドイツ語、フランス語、ヘブライ語で詩を書いていたという。ラビとなるべく教育を受けたが、12歳で学校を飛び出し、ハンガリー国内のペストやでブレゼン、 ナジバーラド等で学んだ後、最後に1836年パドバで医学を学び、エジプトとトルコへ渡る。1840年にスミルナでキリスト教に改修し、イギリスへ渡って、イングランド国教会の牧師から洗礼を受けた。後に、イギリス人の夫人と結婚して、イギリス国籍の取得を認められた。那覇の五国寺にある、 ベッテルハイム博士居住の後1846年4月30日に香港から琉球王国に到着し那覇の五国寺を拠点に8年間滞在した。1848年12月8日に生まれた2番目の娘は記録上沖縄本島で生まれた最初のヨーロッパ人と言われている。ベッテルハイムの琉球伝道は ンパした英国軍人に温かく接した琉球人への感謝と愛からだとされる。しかし彼は琉球に住む人々から排斥された。これは琉球の支配者、薩摩と江戸幕府の方針によると指摘されている。到着当時琉球王国ではキリスト教は近況であった。そこで琉球側はベッテルハイムへ退去要請を行った。それは ベッテルハイムの数年前に来流したフランス人宣教師のフランス海軍の武力を背景とした布教への対応に苦慮した経験からである。しかしベッテルハイムは自分にもフランス人宣教師と同様の権利があると主張して上陸した。最初の一年半、琉球側のある程度の黙認から比較的自由に行動することができたが、布教や 通称の、さらなる自由化を要求し、イギリス本国も加えて、軍事的圧力を続けた。1847年10月、国王なお、育王の国葬に参加しようとしたベッテルハイム夫妻と、フランス人宣教師が、首里の入り口で取り囲まれて殴打された。この事件により、琉球側は宣教師たちの自由行動を不安視し、その後は厳しく監視して、 行動にも制限を加えるようになった。一方、医療活動での評価は高かった。また聖書を琉球語に翻訳し、それを配布した。琉球語文典改定という琉球文典に関する文献も脱行しているが、英国でも米国でも刊行できずに終わり、未刊の公本を大英博物館に寄贈するに止まっている。1854年。 マシュー・ペリーが来流した時、琉球の言語と文化についての知識から、ペリーのもとで働き、その船舶でアメリカ合衆国に渡った。アメリカでは、シカゴやニューヨークにおいて、長老派牧師として活躍していたが、南北戦争では、北軍の軍として参加した。ミズーリ州、ブルックフィールドにて肺炎で死去した。 1926年5月、来流80周年を記念して、五国寺に記念碑が建立された。琉球滞在時に、カーボン市で記した文書の修復、研究が進められている。日本のプロテスタントにおいて、ベッテルハイムの伝道は、日本のプロテスタント選挙の発端として位置、付けられており、1587年の、バテレン追放令以来200数十年に及ぶ。 キリスト近霊と深刻に本味、それにより日本人の心底に植え付けられたキリスト教者習慣との戦いという側面を持っていたとされている。日本のプロテスタントは1859年を日本宣教初年とし、プロテスタント宣教50周年、100周年、150周年を祝っているため、ベッテルハイムをめぐって議論がある。ベッテルハイムの日本語研究。 2019年11月6日閲覧。アジャバリピーター、マジャールジドレクシコン、ブダペスト、1929、P115、日本プロテスタント選挙150周年、記念実行委員会編さん、キリストにあって一つ引く種、イエスの証人として、財団法人日本聖書協会 P364、テルヤヨシヒコ、ベッテルハイム19世紀に、 救急に伝道した秀信の部位。同情、ベルナール・ジーン・ベタルハイム・メディカル・ミッショナリー・オン、沖縄・ハット・エビー・ニーサと金服、大城・達弘教著、近代沖縄の人々大平出版社、1972年、P13 から16。日本プロテスタント選挙150周年、記念実行委員会編纂キリストにあって一つ引く主、イエスの証人として、 財団法人日本聖書協会 P30 日本開国とプロテスタント選挙150年日本伝道会議命の言葉者キリストこそ我が救い日本伝道150年の歩み日本キリスト教団日本伝道150年記念行事準備委員会渡辺隆司家日本プロテスタント選挙の開始は1859年は1846年 歴史検証が必要では、クリスチャン新聞2009年11月29日号。ありがとうございます。